人が葬式やってるところに行って反対って叫ぶのって人としてどうなの？そこで声を大にして、まあ、ふざけるなと、国葬強行ふざけるなと、はい、国葬と中国への侵略戦争ってどう関係があるんですか？米軍と、まあ、その同盟国である、まあ、日本政府が今戦後最大規模の実践的な軍事演習を、まあ、中国近辺で繰り広げてるんですね。それはもう日に日に激化している。すみません、具体的な場所はわからないんですけれども、それ 何の情報を今読み上げてらっしゃる？陸上自衛隊の、戦争計画ということが出されて、実際に出されていますので。戦争計画どこにあるんですか？こちらから侵略戦争をしているみたいな風説っていうのは、中国侵略戦争っていうことを声高に叫ぶっていうのはかなり このインパクトのある話ですから、国葬からは相当離れてますよ。南西諸島に核ミサイルを配備しようという計画を岸田政権進めてますけれども、じゃあそれは本当に南西諸島の人たちを そんな話どこにあるんですか？